だよ。きしょうめえ、急に襲われたもんだから丸腰で逃げちまったぜよ。しかし悪魔か、とんでもない。これはまさしく総力戦になるぜよ。レッドスプライトに戻ったら俺のラボを覗いてくれ。切ったぜよ。扉のロックを確認。インストールされたアプリケーションでは。ああ。当たれ。すげえ。くらえ。
まだ出た。よかった、悪魔どもじゃないのか、助かった。俺は通信班のムッチーノ。そのデモニカ、お前機動班だな。だったらイーグラ班のメイ彼女もこの先のあたりで悪魔に追いかけられてたんだ。俺には悪魔と戦う方法なんてないけど、お前、俺はレッドスプライトに退避するが、彼女の救出を頼んだぞ。扉のロックをインス…扉のロックを確認インストール…私はインフラ班のメイビー。助けて、助けてちょうだい。ムカつく。ありがとう。見て、この岩。悪魔たちはこの岩をこの先に、奴らの巣があるのかもしれない。こんな場所には、一秒だって長くいた。もう大丈夫だから、私は先に戻るわね。
え？大活躍間違いなし。悪魔どもと一戦交えたのだが、戦場では敵の正体がわからないことほど怖いこと。俺がしたためたドキュメントをお前のデモニカに。ありがとう、ありがとう。僕は観測班のマクリアリー。君のおかげ、悪魔なんて存在がいるなんて、ここはこんな場所を観測するなんて。そうだ、観測といえば月齢が観測できたんだ。君のデモニカにドキュメントを送っておくよ。ともかくレッドスプライト号に。レッドスプライト号より軌道班へ。今君が救出したクルーが安否が取れなかった最後の一人のようだ。ご苦労だった。次の任務は
はレッドスプライトで確認一度帰ってきたまえ。不明隊員の捜索、ご苦労だ。しかし、かなりの犠牲者も出た。彼らに黙祷。さあ、私たちは次のミッションを始めなくてはならない。通信班がレーダーの復旧に成功し、周辺の探知を行った。その結果、巨大艦艇と思われる反応を一つ捕捉した。交信も取れず、艦名は不明だが、同胞艦と見て間違いないだろう。他の2艦は不明だが、確認された艦だが、彼らも遭難したのか、必要な。隊長、先ほども話しましたように、クルーにかなりの損害が出ています。悪魔にやられ、実動可能な機動班の数も減ってます。分かっている。対策は考えてある。私が機動班に加わり、任務を継続して行う。そんな、隊長に万一のことがあっては。だが非常事態だ、やむを得ない。わかりました。お気をつけて。ごということだ。機動班のみんな、よろしく頼むぞ。隊長、救助信号が出ています。なんだと？デモニカに回せるか。わかりました。交信回線を転送します。誰か、おい、誰か、誰でもいい、生きてるやつは返事をしろ。こちらレッドスプライト号、隊長のゴアだ。聞こえるか？君の通信は捉えている。レッドスプライト、ブルージェット号の隊員じゃないのか？君はブルージェット号のクルーか？名前と所属は？ブルージェット号に何があったんだ？俺は姫です。キドハンだ。救助を要請する。ヒメネス、君はあのヒメネスか？落ち着け。君の位置を確認し、救助に向かう。ブルージェット号はどういう状況だ？無事なのか？クソ、ブルージェットは終わりだ。クソ、私の姿だ、化け物どもが。通信切れました。すぐに彼の救助に向かう。レーダーで艦艇の反応があった付近まではそれ以上は追えませんでした。次のミッションだ。ブルージェット号、ヒメネス隊員の救助。仲間の救助としてはもちろんだが、何が2号艦に起きたか知る証人だ。何としても助けたい。私も参加するが、頼んだぞ。地球の未来はお前たちの双肩にかかっている。
の成功よ。よ、まずは回復薬が製造できるようになったぜや。